はい、じゃん。今日もいい感じ。はい、超いい感じだね。はい、2024年2月28日、今中国で赤松スカーティング、めちゃくちゃ寒い、超寒いんだけど、どうだ、もう寒波です、赤松。もう西宮ナジロもいっぱいで止まらなかったし、端のゼブラゾーンになんとか一夜だけ埋めれたんですけど止めちゃってました。それで端何時詰めるか分かんないんで、もうこれ埋めちゃいます。そんな感じでおやすみなさい。おはようございます。今日も赤松、昨日泊まれなくて一番端っこ、すげえ端の方が来ました。パーキングがどこもパンパンなんで最近きついです。泊まれだから、まあよしとして、どこまでかな、こんな感じかな、あんま変な風になると水がこぼれるんで、こんな感じかな。いいね。ということで、今日も味神さんのコンビじゃなくて、これは、秋田小町。はい。一号入ります。秋田小町一号入りました。したら、米を研ぎます。手洗ってきたんだけど、一応アルコールします。米食べますっていう、なんだろう、手間かけることによって米に対する、それが自分に入っていくんだっていう食感、これが俺を作り出すんだっていう、なるのが1時50分かな。フライヤー4月7日にシルエットでボリューム5、東京からリバランズやダーティーレイ、モスキー、ジャミ呼んで、地元でも DJ とかアーサーとかショウちゃんとか、カズさんとかいろんな人が、イベント出てくれるんで、次回はヒップホップメインのイベントです。
ちょうど、はい、ちょうどイチゴ、イチゴちょいということで、こいつは納豆用、納豆用なんで、そっち置いときます。時間になったというかもう2時40分なんで、米食べたいと思います。そろそろいいんじゃないかなって感じで、いいな、アウディいいな、 A4S4 かな、 A4 っぽかったな、はい、ってことで、もう上げて蒸らしに入りたいと思います。もう12分13分ぐらい経ったんで、はい、そんな感じで、タオル、はい、それでは、はい、ブラシです。あつあつつつつつあつつつつつつ、ブラシに入ります。煙が出てる、湯気。すごいよね。もうすぐ火がアルコールはないんですぐ消えると思うけど。蒸らしてる間に味噌汁作りたいと思います。味噌汁作る。味噌。残ってる味噌があとこんだけあるんで、この味噌使い切っちゃいたいと思います。あれ、だし持ってこないとこれでなくなっちゃいそう。だしまず入れて、わかめと麩を買ってくるのというか、散々あれだけわかめ買ってこようと思ってたのに忘れちゃったということで、今日の食材はね、これほうれん草のごまえとトマト、それから煮物、それからネギ、これ使うか分かんないけど、はい、今回はこれ信州、こんな感じになってます。信州の農家と契約栽培した大豆と信州の米限定ダル味噌です。はい。入れ物はこれ。これちょうどよかったね。これに入れ替えちゃいました。こんな感じ。豆腐は男豆腐。あとこれ。キムチ。あと、白身かなと。米もこれで、あずがみさんのお米をまた持っていきたいと思います。どうやって水を使うか、この中にお湯を入れて溶かして今回入れ直すと、それでもいいね。そうなんだ、風が冷たいんだね。とりあえず味噌汁飲んで温まりたいと思います。ちょっと豆腐とネギだけで悪いけど、今日は湯が沸きました。湯が沸きました。
感じ、いい感じ。ちょうど1杯分にぴったりじゃねえかな。よいしょ。はい。よいしょ。はい、使い切りました。味噌と出汁だけ。ここでこれに男豆腐入れます。男前豆腐。だいぶ小さく、今日は12等分しました。ネギ、ネギ、もうちょっとネギ持ってきてもよかったかな。はい、ネギ入れて、はい、味噌汁の完成です。寒いんでね、味噌汁飲んで温まりながら、片付けながらご飯の用意します。もうそろそろちょっと早いかもしんないけど、いいんじゃねえかなということで、はい、開けます。開けます。熱い熱い熱い。よしよいしょ。はい、せーの。はい、じゃん。今日もいい感じ。はい、超いい感じだ。うん、柔らかいな。ふっかりふんわりしてる。うん、うまい。はい、それと豆腐とネギの味噌汁。味噌はこれ信州農家の契約農家して大豆と信州の米、はい、男豆腐にキムチに煮物にトマトとほうれん草のごま和えに、はい、こんな感じです、はい、ではいただきます。うまい、うまいです。味噌汁はどうかな。前豆腐の味噌汁です。うん、最高。煮物、これ一緒にご飯の中に入れて混ぜたら炊き込みご飯になっちゃうからね。鶏肉、こんにゃく、ごぼう、ここからのこの景色が、この角度が
ゴミがちょっと多く見当たるけど、まあその奥は木々が見えるので、まあまあいいかな。見たくないものもちょっと見えたりする時もあるけど、通称黄金のペットボトル。これだけ自炊してると本当なかなか外食するのは持ち上げないと感じます。終了、うまい。なんかキムチが今日ちょっと微妙に薄い気がするな。あ、いつもより辛みがキムチ薄い。3時15分、今日全部で11台だが、まあ、結構あるらしいんだよ。まあ今日中に荷物が積めたらいいなーってところです。終了。350だからあんだけ味噌入れると結構薄くなっちゃう。思ったよりも紙コップの時はあれね、全然いいけど、今日もいい感じで裏側のお風呂ができてます。これは結構みんな、このおこげは結構みんな、美味しそうに見えるという結構コメントをいただいて、
真ん中あたりに泊まってました。工場が工事で中で待機できないんで、みんな呼ばれるまでそう待機。はい、そして作ります、作ります、もう一杯作ります。溢れそう。はい、男ドアイドル入りました。それとネギ。ネギはさっと入れて。うわ、わかめ欲しい、わかめ。薄い、はい、ってことで今日もいいです。
感じになってるので、ちょうどいい感じになってます。いいね、いいね。な、父ちゃん分かってるね、いい感じの具合を。混ぜ。混ぜるとき箸はくっつけないでこう離して、これはやってます。これがおそこに置いて、これが俺のかき混ぜるときのポイント、ポイントっていうのかな。そうするとあんまり箸に絡まずペーストにもならないし、いい感じでそんなに力がグイグイかかることもなくかき混ぜます。抵抗力がってやつかな。これからしと、これからしありました。ネギ。あった。はい、ネギ。醤油。じゃあ、はい、混ぜ。最後。再度混ぜます。すげえいい感じだと思うけど、はい、よいしょ。これ納得したいな。こっちビニール袋にしまってと、はい、じゃあ納得今日をいただきたいと思います。納豆美味しそうでしょ。今日もメインディッシュの納豆です。いただきます。いいね、いいですね。結構普通に雨が降ってる。食べました。うまかった。
満足。もう全てが満足です。はい、うまい、最高。今日も赤松で飯をしました。はい、こんな感じで。何時詰めんだろう、本当に。今日中に詰めればいいけど、詰めなかったらもう飽きちゃうな、これ。仕事はいつ詰めるか分かんないけど、まあ、気長に待ちたいと思います。そんな感じで、また。Peace. Yeah.